皆さん、そしてドラゴンスターの皆さん、こんにちは。そのスタジアム DJ、たくみきゅうです。今日はね、開門より30分、普段の開門より30分は早くオープンしましてですね、この企画をお届けするために、早くから皆さんにお集まりいただきました。皆さんももう楽しみでね、早くから来ていただいて本当にどうもありがとうございます。緊急企画、つば九郎とドアの日南トークショー。いやースタートで明後日、隣の日本青年館で、つば九郎、ドアラのスターショーをね、日南トークショーを行うということなんですけど、もう早々とチケットの方が完売して、まあ、もっと多くの人たちにやっぱりつば九郎とドアラのスタートショーを見てもらいたいということで、一日早めに、ドアラ先生神宮球場に来ていただいて、この企画が生まれたということです。はい、それもね、この神宮球場スーパーカラービジョン、税を使ってやる、まあ、贅沢な企画ですので、皆さん楽しんでください。それでは早速お二人を呼んでもいいですかね。 OK、中日ドラゴンズマスコット、ドアラ。おお、ドアラだ。いやー、ドアラさん、ようこそ神宮球場へお待ちしました。今年は会えないのかなとか心配してたんですけども、本当に来てくれてどうもありがとうございます。もう一度お楽しみのスマスコ、そしてドアラ。あ、日本青年館、はい、明日明後日あちらの方ではね、ご連絡いただきます。いやー、もう2人が揃うだけでもうなんか顔が笑顔になりますよね。あ、子供もめっちゃ喜んでくれてる。どうもありがとう。さあ、早速それでは行きましょうか。つば九郎ドアラのお悩み相談。明日明後日の特集に寄せられたお悩みから、つば九郎とドアラにいろいろと伺っていきます。それではいいですかね、準備の方 OK ですか。はい、 OK。 それではまず第1、1つ目の質問、あ、これは両方に聞きます。はい、私はスワローズファン、夫はドラゴンズファンです。スワローズ対ドラゴンズの試合を見ていくと、いつの間にか喧嘩になっています。スタジオとドアラみたいに仲良く過ごすにはどうすればいいんでしょうか。教えてください。悩みを解決してください。じゃあ、まずできた方から。あ、じゃあ、つば九郎かけましたね。スワローズ対ドラゴンズの試合を見てるんですけど、いかがですか。はい、はい、つば九郎、仲良く過ごすにはどうしたらいいか。ビジネスパートナーですと、はい、お願いで成り立ってます。はい、あ、お願いでね、はい、お金で成り立ってます。お金でね、はい、わかりました。ドラマ、はい、自分を信じて思うのままにということですね。はい、じゃあ次の質問いきましょう。はい、12日の本塁打数が今年は12球団で一番少ない、困ってます。ホームランがたくさん打てるチームになるためにはどうすれば良いのでしょうか。つば九郎、ドアラ、左教えてください。真剣に書いてますね。真剣に書いてるすぎただけでハッピーになりますね。はい、あ、ドアラ先生見ました。はい、じゃあドアラ先生から、はい、大きなステップを用意。皆さん、面白かったら拍手をお願いしますね。はい、ありがとうございます。ちょっとね、大声でのね、笑いがダメなんで、はい、水道橋のホームのラジオになってもダメでしょ。出ない、ちょっと。はい、はい、まあ、一致してるのは、まあ、なんか後追いをする何かね、ということですね。はい、じゃあ続いていきましょう。続いてはつば九郎親の質問です。手拍子の応援で夏祭りがとても難しくて、なかなか周りの人とタイミングが合わない、どうしたらいいですかね。つば九郎、今年はね、声を出しても、ね、応援はご覧いただいてますので、手拍子応援、そろそろチャ
あげるな。はい、わかりました。ありがとうございます。続いて、ドーナよしこです。ドーナさんが好きすぎて、夜も眠れないんです。朝も起きられません。寝たいし、起きれない。どうしたらいいんですか？眠れますか？夜も寝れないのに朝も諦めません。ドアの朝好きすぎて止まりました。はい、はい、寝ないで頑張れ。はい、はい、寝ないで頑張ってくださいね。はい、はい、両方への質問です。面白いですね、この方ね、全身脱毛をするかどうか考えています。お二人は毛のお手入れはやってますか？はい、毛のお手入れ、つばくは全身毛ですからね。はい、どんなお手入れをされてるでしょうか？ドーナさんは特にこの耳あたりが毛のお手入れ、はい、お手入れがあるんでしょうか？綺麗ですね、ドーナさん。はい、自分も興味ありますね。あ、本当？で、つばくのは、はい、すごい柔らかくなりそうですね。はい、でこの方全身脱毛するかどうかっていうことなんで、はい、まあ、でもドーナさんの全身脱毛したらどうなるんですかね。はい、はい、そうね、スマホはどうなるんですかね。そう、高いかな、ちょっとなんか、はい、じゃあ次の問題いきましょうかね。質問いきます。コロナショックで会社が飛び降りてしまいました。どうしたらよいですか？コロナの影響で、はい、会社を飛び降りてしまいました。今後どうしたらいいか。ドーナ先生、ドンマイ、ドンマイ、つば九郎もドンマイありましたね、2人。拍手。まあ、どんまいということで頑張ってくださいね。はい、続いて、知り合いを J1 に連れて行くとみんな楽しんでくれますが、サワローズファンになってくれる人が残念ながらいません。田中の親の質問です。どうしたらサワローズファンになってもらえるでしょうか？球場に連れてきてもみんな気分は楽しんでくれるんだけど、サワローズファンにはなってくれない。どうしましょう？酸素しか読ませない。はい、放置します。やってない酸素でね。はい、ということで、いや、酸素を読めばもうサウナスワイヤーってなりますからね。はい、ですのでしっかり酸素をね、はい、あと丸ごとサウナスもね、いいですね。はい、じゃあ続いてこれいきましょうか。両方へ質問です。社会人になって3年なので、そろそろ一人暮らしを、して自立しようと思っています。はい、本当はまだ素手を始めたいところなんですけど、人生経験豊富なつば九郎さん、ドアナさん、一人で厳しい社会を生き抜いていく極意を教えてください。ドアナさんもね、つば九郎も自立されてますからね。はい、一人暮らしですよね、二人とも。そうだ、一人暮らしですよね、ちょっと。はい、親のすべてを、はい、恥じる方がいいと、自立するなということなんですね。はい、すね、かじめるだけ、かじった方がいいということですよね。でも二人とも意見が合ってますね。はい、ということで、自立しない方がいいということで、はい、引き続き親のすべてをかじってくださいということで、はい、ドーナさんは一人住まいですか？一人住まい、はい、そうですね。はい、はい、まだ質問いきますかね。いきましょうか。はい、この方です。つば九郎、ドーナさんの質問です。婚活をしているのですが、いろんな人に会うと、あ、誰を選んだらいいかよく分かんなくなります。いっぱいいるんですね、婚活してて。はい、つば九郎さん、ドーナさんの考えるより男の共通点を教えてください。その共通点を持つ方を
探したいですというお悩みです。雨上がって青空見えてきましたね。やばいな。はい、隣の方みたいな。あ、なるほど。ちょっと服用かな。はい、はい、で、近くのは、ソフトバンクに行っても見えない。あの方ですね。はい、ふくよかな方ですね。はい、つば九郎さんと体験がちょっと近い方ですね。はい、わかりました。ということで、ふくよかなっていう感じですかね。はい、わかりました。よし、次の質問です。あ、転職しようと考えています。これからの時代におすすめの職業があれば教えてください。ゲイリオンです。どんな職業ありますか。小原先生、プロ野球選手。はい、転職してプロ野球選手になるの、ね、かなりハードルが高そうですけど、ホークスの2軍の上に立ってる。いや、ほんとだ、こんなにバレるみたいな。はい、全然こんなにやってますよ。皆さんの悩み解決できてますか。大丈夫ですか。はい、両方に質問です。近い将来、犬を飼いたいと思っています。名付けの親になってください。犬の名前です。どうぞ。はい、犬、そのままや。はい、わかりました。近くの先生は名付けの親になっていただきます。はい、犬の名前。はい、近い将来猫を飼いたい。はい、名前猫。皆さん大丈夫ですか。皆さん大丈夫ですか。はい、ついてきていただけますか。はい、よし、続いてはこちら。はい、運動不足で困っていますが、運動が苦手なんですと。はい、良い運動があったら教えてほしいです。ドアラさんの美脚の秘訣も教えていただければ嬉しいです。はい、お、シックスパーク、シックスパーク。お、まるで今つけたみたいな感じじゃないですか。シックスパーク、これで頑張ってください。ドアラさんもやってるんですか。シックスパーク、ありがとう。はい、ワンバント、ワンバント、ワンバント。一個パッと面白い。僕だけですか、面白いのは。皆さん面白い、大丈夫ですか。はい、はい、ということで、皆さんのお悩み解決できたでしょうか。ドアラ先生、そしてつば九郎による皆さんのお悩みの解決をさせていただきました。どうもありがとうございました。はい、どうもたくさん悩みを解決していただいて、どうもありがとうございます。じゃあ続いてのコーナーに行きたいと思います。今から僕がですね、スワローズとドラゴンズに関するクイズを出しますので、そのクイズにつば九郎とドアラ答えていただけますでしょうか。よろしくお願いします。じゃあクイズコーナー、まず第1問。ドラゴンズの与田監督を入れて5代前の監督は誰でしょう。現在与田監督でございますが、与田監督を入れて5代前の監督。はい、はい、つば九郎どうぞ。はい、船西徹監督。はい、ドラ先生、宮崎駿。はい、正解は落合さんでした。全然惜しくなかったですね。はい、続いての問題です。2012年4月対阪神第2回戦神宮球場で行われた試合で、三塁手の連続守備機会無失策を215としてセ・リーグ記録を更新したスワローズの選手は誰でしょう。さあ、どうぞ先生。バレンティン。はい、はい、つば九郎先生、どうですか。ちょっと言えないですよ。正解なの。
じゃあ、ドーラ先生との対決です。最初はグーからいくよ。はい、じゃあ、ドーラ、いきますよ。最初はグー、じゃんけん、ほい。はい、ドーラの勝ち。おとなしい。はい、じゃあ続いての方。さっきの方が何を違ってたんですか。はい、次これ出してください。じゃあ、こちらの方。はい、カップルの女性の方でいいですか。はい、どちらとジャンケンしたいですか。つば九郎。あ、つば九郎、はい、つば九郎お願いします。あ、これでいくよっていうことですよ。はい、せーの、最初はグー、ジャンケン、ほい。はい、勝ちました。おめでとうございます。つば九郎勝ち。なにこれ、チーじゃないの。すいません。はい、じゃあ続いての方、 T シャツプレゼントしたいんですけどね。はい、はい、続いて、あ、そちらのドラゴンズファンの方いきますよ。はい、誰とどちらとジャンケンしたいですか。つば九郎、ドアラです。ドアラ、はい、OK。 じゃあドアラとジャンケンですよ。最初の順位がいきますよ。買って T シャツゲットしてください。せーの、最初はグー、ジャンケン、ほい。あー、ついドアラの勝ち。このマスコットジャンケン強いね。もう一人いきましょう。いやジャンケン強いマスコット。はい、ちょっと待たない。そりゃの勝負で、あの勝負で。はい、じゃあ、はい、ではどなたとチャレンジしますか。つば九郎。あ、つば九郎、はい、つば九郎お願いします。つば九郎対つば九郎ですね。はい、最初はグー、じゃんけん、ほい。あ、はい、もう一回最初のグーからいきますよ。はい、最初はグー、じゃんけん、ほい。ということで、ジャンケン親の総合ということで、プレゼントがありませんでした。こんなんでいいんですか。本当これファンの皆さんに楽しんでもらうことなんで、はい、ということでした。はい、皆さん楽しんでいただきましたでしょうか。はい、出願クイズ、そしてジャンケン対決を行っていただきました。スタッフのドアラ、どうもありがとうございました。そして早くから来ていただいて、参加していただいた皆さん、どうもありがとうございました。この後、5時35分頃からオープニングトーク、夜つば九郎の一言もあります。そしてプレゼントは6時からになります。この後、東京ドームスタートしたい中日ドラゴンズ戦、皆さんどうぞお楽しみください。緊急企画、つば九郎とドアラの